どうもこんにちは、サイクルショップ中越のケイタです。今回は、自転車を比べてみたっていう動画なんですけど、比べる自転車はこちら。これ全部ダホンっていうメーカーの K3 です。で、このダホンの K3 は、ダホンの中でもかなり人気のある車種になります。で、実は、こちら3種類販売されておりまして、その違いを説明していきたいと思います。まず K3、 共通して言えるのは全て、14インチで、重さが全て 7.8 キロっていう軽量でありながら、変速も3段ついており、走行性もかなり良くて、まあ、14インチっていうことを感じさせないような自転車になってます。で、こちらはもうダホンでもナンバーワンの人気の車種になります。で、ここからが、今回の本題になるのですが、この中でまず紹介するのが、定番で販売されているスタンダードっていうタイプですね。ちょっと動かします。こちらがスタンダードのタイプになります。で、これがスタンダードですね。で、次にこちらが、海外仕様の、K3、まあ、こちら数量限定にはなるんですけど、こちらが、メーカーの生産は終了分で、まあ、販売してるのは当店の在庫限りとなります。で、3つ目、こちらが、限定カラーのモデルとなります。で、こちらの3種類、まあ、全カラーが揃ってるわけではないのですが、当店の方で在庫しております。で、この3種類になるのですが、まずは、定番モデルを紹介したいと思います。まずこちらの、定番のスタンダードモデルの方を紹介していきたいと思います。まず、順番にバルブの形、この空気入れのバルブの部分ですね。バルブの形はこのフレンチバルブ、フランス式の形になります。で、次にこちらの自転車、今もこれ壁にもたれさせてるんですけど、スタンドは今ついてないんですね。ただオプションでは用意しているので、スタンドはオプションになります。で、こちらの部分、ラゲッジソケットという穴がついております。で、次に、新車で展示してる分なんでついてないんですけど、ペダルなんですけど、ペダルはこちら、この取り付けた時にこう折りたたみができるペダルがついてます。これがまあこの、スタンダードタイプの、K3 になって、カラーの方なんですけど、ガンメタルブラック、それとレッドマットブラック、シルバーブラック、シャンパンブラックの4色展開になります。で、価格の方はこの3車種比べた後にまとめて紹介させていただきたいと思います。続いて、この海外仕様モデルの紹介です。まず、こちらの海外仕様モデルの場合は、この、バルブ形状はこちらですね。米式、アメリカ式のバルブになります。こちらの方は、反対回すんですけど、こういったスタンドが、標準でついております。で、先ほどスタンダードにはついてたんですけど、ここに穴がありましたよね。先ほどは穴があったんですけど、ラゲッジソケットの穴の方はこちらはついておりません。で、ペダルの方なんですけど、こちらの方なんですけど、ペダルは先ほどの折りたたみのペダルがついてたんですけど、まあこちらはこういう一般的なペダルがついています。折りたたみができないペダルにはなります。で、こちらの海外仕様の、K3 は販売されたのは、4色展開で、レッドマットブラック、イエローマットブラック、ブルーマットブラック、ホワイトマットブラックの4色展開でした。で、先ほども言ったように、海外生産モデルは、もう生産の方は終了となっておりまして、で、当店の方でも在庫限りの商品となります。当店の在庫はあと3台となっておりまして、イエローが、1台と、こちらですね、ホワイトの方が2台となっております。最後にこちら、限定カラーモデル、こちらなんですけど、もう仕様は定番モデルと全く一緒です。バルブの形はフランス式フレンチバルブで、で、まあ、スタンドの方はついてなくて、で、ペダルは、そう、折りたたみのペダルがついてますし、ラゲッジソケットの穴もついております。
で、こちらは、限定カラーの販売となりまして、ダホンの40周年を記念した限定カラーとなっております。で、こちらの自転車の方が、カラーは3色展開となっておりまして、アーミーブラック、ブラウンブラック、マットブラックの3色展開になります。で、一応こちらの方で1回、まあ前も K3 紹介してますし、また K3 の動画専用に作りたいなと思ってるんですけど、折りたたみだけ一度やってみたいと思います。まずハンドルの角度を合わせて、下にブレーキを向けていただいて、ここのロックを開けてレバーを下に下ろすとハンドルが曲がります。で、次にペダルの位置は、左足が乗るペダルを斜め前ぐらいにしていただいて、サドルを下げて、ここに矢印があるんですけど、ここまで上げて止めます。で、この安全のロックレバーを上げていただいて、このレバーを外側に開くと折れます。で、今の3車種ともついてるんですけど、ここにマグネットと鉄板がついてるので、ゆっくり近づけていただくとこうくっつくっていうような形になります。これが折りたたんだ状態です。すごく軽量で輪行の時にも便利だと思います。で、続いて最後に価格の方なんですけど、まず、この定番モデルの方がメーカー希望小売価格が税込みで105,600円になります。当店での、税込み販売価格が95,040円となっております。続いて、海外モデルですね。で、この海外モデル、メーカー希望小売価格が税込みで95,480円で、当店での店頭販売価格が税込みで85,930円となっております。で、最後にこの限定カラーモデルがメーカー希望小売価格が税込みで121,000円、当店での、税込み販売価格が114,950円になっております。で、この価格なんですが、情勢であったりだとか価格改定であった場合は、最新の情報を見ていただくようによろしくお願いします。はい、というわけでこのダホンの K3 3種比べてみての動画でした。最後になりましたが、サイクルショップ中小屋でご購入のお客様には安心して乗っていただけるために点検とか調整は、自転車のある限りはずっと無料でさせていただきます。今回はこの K3 の比べた動画でした。どうもありがとうございました。